アレクサンダー・フリードリ・ヒビル・ヘルム・アルブレヒト・ゲオルクホン。ヘッセンは、ドイツの旧諸校ヘッセン・カッセルホー・ハク科の課長。作曲家。ヘッセン・カッセル・ルンホー・ハク・フリードリ・ヒビル・ヘルムと、その2番目の妻のプロイセン王女、マリアアンナの間の、第三子、次男。生まれつき弱子の障害があり、英国ロンドン南高アッパーの、寄宿学校セント・ジョゼフズ・カレッジに送られて、 教育された。長寿で、マールブルクとライプツィヒの初大学で、精神科学を専攻し、博士号を取得した。1888年に、兄、フリードリヒビルヘルムが、不慮の事故で亡くなると、視覚障害のハンディキャップがありながら、ヘッセンカッセル家の家督相続者とされた。1925年3月25日、フランクフルトアムマインで、男爵霊場。 ギーゼラ・シュトック・ホーナー・フォンヒターラインと結婚した。この結婚が、家内法により帰遷結婚とみなされたため、弟、フリードリヒ・カールに家督を譲っている。アレクサンダーは、音楽と美術の愛好家で、ロマン派、モダニズムの作曲家の講演者として知られた。彼自身も若い頃から、作曲活動を行っていた。アレクサンダーと、母アンナは、 毎年冬季のフランクフルト滞在時、ヨアヒムラフ、クララ・シューマンとロベルト・シューマン、エンゲルベルト・フンパー・ディンク、ヨハネス・ブラームスといった有名作曲家との交流を深め、旧オペラ座を経済的に支援し、音楽関係の催しごとには積極的に顔を出した。母が伝統的な音楽の進行にもっぱら務めたのに対し、アレクサンダーは革新的な新ドイツ学校と関わりを持ち、 フランツリスト、エドバルド、グリーグ、リヒャルト・アーグナーのような新世代の作曲家の楽曲に親しんだ。アレクサンダーはその強度の弱視のために展示楽譜を使って作曲活動を行わざるを得なかったが多くの作品を残し中には実験的な作品さえも含まれていた。フェルディナント・ザウ・アーブルフの患者の一人としてミュンヘンのシャリテ病院に通院していたアレクサンダーは 同病院で看護婦として働く、修道女たちのために、ミサ曲を作曲、検定したこともある。彼の作品目録は、不完全な状態ではあるが、クラシック音楽検索ウェブサイト、クラシカで閲覧することができる。フィリップス・ルーエ城、フィリップス・ルーエ城に居住した、ヘッセン・ルンヤ最後の生因であり、彼の死後、城は、ハーナウ氏に売却された。ハーナウ氏、 ケッセルシュタット地区には、公主の名にちなんだアレクサンダー通りがある。ヘルツリッヒウィルコメンバイデアフランクファーター、バーガースティファチューングイムホルズハウゼンシャロースケン、フランクファーターバーガースティファチューングイム、ホルズハウゼンシャロースケン、フランクファーター、バーガースティファチューング、で、2019年11月30日閲覧。デビンスフィーセットンでランドグラフン、アレクサンドルフリードリヒ。 コンポニストツビシェン・レマンティック・ウント・モダン。w w w t a u n u s n a c a r i c h t e n d e 2 0 1 9年11月30日閲覧。フェルディナンド・サウアーブルック、ハンスルドルフ・バーンダーフ、ダス・ウォー・マイン・レーベン、キンドラースキューメイヤー、バット・ワリシュファン1951、ジシャート、 リサンウスコビーフ・アベル・テルスマン・レスリング、グタズロー1956、S294、クラシカ、アレクサンドル・フリードリ・ヒホンヘッセン、ワークバース・シュニス。www.klasika.info.2019 s 年11月30日閲覧。ありがとうございます。